皆さん、こんにちは。嬉野市、心の架け橋、手話言語推進委員のまるたです。つるだです。いちまるです。しまむらです。みんなで楽しく学ぼう手話コーナー。今回の手話は雪です。それではどうぞ。島村さん、帰りに雪で遊んでいかん？ごめん、今日は予定があって。ああ、今日はバレンタインか。頑張ってね。丸田さん、こんなところに呼び出してどうしたの？あの、島村さんにチョコレートを作ってきたんだ。え、僕に？ありがとう。手紙も書いたからよかったら読んでね。雪が降る中来てくれてありがとう。それでは今回の手話、雪の動作について説明します。口を開き、歯を刺した右手人差し指の指先を左へ振り、両手の親指と人差し指で作った輪をゆらゆら揺らしながら下へ下ろします。皆さんもご一緒に。雪、雪。続いて指文字チョコレートの動作です。チョコレート。皆さんもご一緒に。チョコレート。チョコレート。今回の手話は雪でした。皆さんもぜひ使ってみてください。それでは次回もお楽しみに。